面白すぎ。もうどうして？でも次から次へとなんか、ね、こうちょっと掃除すると次から次へと面白いものが出てくるの。もう漫画やら何やらもうさ。うわこんなもんあるよみたいな。なるほど ね。さあそのですねまた趣味な、MC シロさんのそのライムスターですけれども。バカにしてんのかお前。帰るぞ。どう突っ込めばいいよその話。ねえみんなラジオ聞いてみんなわかんないよね MC シロさんのお部屋で。いやまあまあいいよね。シロさんのお部屋はでも一見ですねあそこにカメラ持ち込んだらすごいことになるかなと思いますけど。とりあえずあれですよ、昔 M 君の部屋みたいなのが公開された時あったじゃないですか。俺あの時思ったもん、うん、なんて整理された部屋なんだ。まあそれで大体わかると思うんだけど、うん、俺の部屋はね。まあいいよ、俺の部屋の話はさ、うん、危ない話になりそうなんで、はい、さあ、今日の本題です。先ほど、まあ、この時間まで引っ張ってきましたけれども、なんと、ライムスターのですね新曲がここに見て。そうなんだ、俺のくだらない話はどうでもいいんだ、うん、別にさ、うん、いやいや、くだらなくはないんですけど、うん、持ってきましたよ、ついに、うん、ようやく。ありがとうございます。はっきり言ってこのシングル出す出すっつって1年ぐらい引っ張ってるからな。うん、カミングスーンが長かったよね。うん、カミングスーン長い。マスターピーカーって声あっちゃったけどな。とりあえずでも待たしただけのことはあるシングルになりました。おー、もうね、ほんとね、いや、自分で言うのもなんだけどかっこいいよな、ジンな。Go! Go! 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 いやこれは個人的に言うといけてるぞと。今、なるほど。親指が立ってる、両手親指が立ってるわけです。下の親指が立つという、そういう曲なんだ。もっといろいろ聞いてくれ、聞いてくれ。B-Boyzm、それはどういった歌詞、それはシロさんが今回 B-Boyzm を作ろうというふうに、まあ、ミジンさんに。そうだね、うん、相談して、次の曲は決まったよ、B-Boyzm だ。よし、それだ、バシッ。そっからが長かった。歌詞を書くことが長かった。いや、まずね、例えばトラック、やっぱ B-Boyzm っていうさ、テーマがあまりにも重く、あれだったんで、こう、なんていうの、やっぱ B-Boyzm ってか、ガシって決めなきゃダメじゃん。これは、うん、でもトラック決まったから早かったな。でもトラックは、どのネタを使うかですごい難産でした。難産だね、うん。ということで、その難産の結果、なんとオリジナルバージョンに加え、80s Remix というね。80s Remix っていうのがシングルに入って、うん、そのシングルはもちろん B 面野生の照明入ってて、うん、あと、これはみんな買えない人がほとんどだけど、プロモバージョンにはもう一つバージョンが入ってんだ。これは多分いろんなところで聞けると思うぜ。いいの？おー、チェックしとけ、うわーってな感じで。ということで今日はですねオリジナルバージョンでいってみましょう。さあ、今日は、ライムスターが出来たてホヤホヤの新曲、持ってきてくれました。その名もなんと B-Boyzm、 よくチェックしとくべき。次 DJ はジンと、そして歌丸、マミー、ビーがかますぜ。わぁ、チョキしとくな。決して譲れないぜ、この美学。何者にも飛びず、己を磨く。素晴らしき記録で成しただけに届く、とどろくペースの果てに。見た、揺るぎない俺の美学。何者にも飛びず、己を磨く。素晴らしき記録で成しただけに届く、とどろくペースのこと。俺の名前は B-Boy、 神の申し子よ、聞きな道行くと後ろ、 Yo、 そこの B-Boy の罠、 B-Boy 君だ、聞こえたら即答しろ、はあ、畑違い人間違いってか分かったから黙ってな。目くそを放つそのカテゴライズ、見にくその価値もない。だから語り明かそう、赤子を同然の若造をはぐらかそうとか茶化そうとせずに、さあ寄ってきな、丸出すの心差し語るセミナー開講。それじゃ相棒 B-Boy の B を定義してみな。決して譲れないぜこの美学。何者にもこびず己を磨く。決して譲れないぜこの美学。何者にもこびず己を磨く。素晴らしき記録で成しただけに届く、とどろくペースの果てに。見た、揺るぎない俺の美学。何者にもこびず己を磨く。素晴らしき記録で成しただけに届く、とどろくペースのこと。うぅ、たまる、たまる。数はともかく心は少数派。俺たちだけに聞こえる特殊な電波。よく見ときな、最後にはどちらの価値か。天の弱たちの価値観。何せ行く手は偉く遠距離。足跡からも学ぶぜ謙虚に。あえて時には手も汚そう。愛なき時代の最中にようこそ。何度でも言うぞ。俺の名前は黄色い、 B-Boy、 半端な、 ナンバーワン、
Yeah 手前にと売りつけるアキンド毎週末の金土のテレビドラマの中に後ろ姿見つけられなかった仲間たちのためキックザバスカスケットバスまるでストレス飛ばすジェットバスおう、老いをしのげそのたくましさ見習え裸足のゲーム傘もささずに歩くとしゃぶりの中を見ろよこの晴れやかな顔よっと超えた痩せ我慢いえそこにこそこだわるぜこのアイザマン渋滞続くハイウェイ昼寝にマイウェイ行くぜこのまま寝ないで決して譲れないぜこの美学何者にも飛びず己を磨く素晴らしき記録で成しただけに届く届くベースの果てに見た揺るぎない俺の美学何者にも媚びず己を磨く素晴らしき記録で成しただけに届く届くベースのこと Yeah いかにも俺が B-boy の中の B-boy ただの B-boy 運が自分であることを誇るただそれだけ命がけで守る歪に歪む俺イズムの歪こそ自らと気づく奴らのカラーは勝つこのプリズム奴らに共通なこのリズムそう心込めて描く繊細なタッチ栄光なき天才たち見捧ぐ僕からの鎮魂かまたは決して屈せざる奴らの根か生まれ育ち国籍は違えこの旗の音忠誠を誓え泥にまみれつつ生きて技術と知恵身につけ約束の土地へさあこれが待望の新曲ライブサード新曲 B-Boys も今お送りしてます、これはですね2月の28日にオンセールということなんで、ね、意外と、な意外とリリックは泣かせる感じになってたりなんかしてな男らしいね男らしいリリックだったねだからファックスでちょっと感想とかも聞いてみたいな、ぜひこのライムスターの新曲 B-Boys 今聞いた感想できればすぐにファックスくださいこちらまで東京0337976666東京0337976666 2月28日発売